テマイチャンネルこんにちは現役高校音楽教師ピアニストまゆみです今弾きましたのはですねちょっとこの出だしのリズムだけでもし分かった方いたらすごいなと思うんですけど、えー、と大滝栄一さんの「君は天然色」の出だしの部分のあのー、リズムを話してみたあのー、弾いてみたんですね。えー、とだらだらだらこ,これを弾いちゃうと多分これを弾いちゃうとあのー、多分著作権に引っかかると思ったんで、あのー、はい。 今のリズムだけを弾いてみましたえー、と最近ねあのー、戦争のことなんかを、ね、終戦記念日だったのでいろいろお話しさせていただいたんですけれども、えー、とこれからもお話はしていくんですけれどもちょっとねあのまあせっかく今連休なわけでしょで皆様も楽しくねあのお時間過ごした方がいいかなと思うのでせっかくですもんね。あのー夏 そういえば、この曲っていうことについて、あの私これは私のことなんですけど、ちょっとお話しさせていただいて、皆様も聞かせていただければと思いました。それではよろしくお願いします。えっ、ー、とね。私は今の曲、大滝英一さんの君は天然色が12トップ2なんですね。えっ、ー、とね。ちょっと1位と2位がしょっちゅう入れ替わってるんですけど、もう一つはね。 山下達郎さんのスパークルっていう曲が好きなんですでそれもあの出だしがかっこいいけど弾いちゃうと多分分かっちゃうんでちょっと弾かないようにしてるんですけどあのねうーんきっとその頃の曲ってね今聴いても全然古臭くないでしょ。でもああのー、すごく最近思うことがあって、あのー あの頃の曲ってねまあ「ナイヤガラレーベル」ですかもう本当にその言葉がぴったりでなんというのかな今に比べてすごく時間もお金もかけてあって非常に分かりやすく素敵とか大人っぽいとか憧れるみたいなもののその路線に対して 非常ににお金と時間をかけてて贅沢に作られた曲だなっていうのをものすすごく感じますでしかも、うん、今みたいにネットとか携帯もないからねその恋愛自体が非常にもっとドラマティックでロマンティックだったからもっとそのいい意味でこう完全に視覚化されてないその何て言うんですかその予想しなきゃいけない部分っていうのが多かったのであのもっとなんか ロマンティックだったですよね、うん、であのその頃の曲ってあの驚いたんですけど40年41年前の曲なんですってあの「スパークル」に関してはね。で例えば山下達郎さんって言ったらもう今の若い人は多分クリスマスイブしか知らないしで大田栄一さんのことはもう知らない子の方が多いんじゃないかな多分生徒たち知らないと思います。今の出ししししを聞くと少しもしかしたら 知ってる子もいるかもしれないですけどね。うん。で、やっぱり、その。あの頃、でもうちょっと、その。もっともっと軽い感じになると、その。オメガドライブとかね。その、それから。そう、あの。えっ、ー、と。稲垣。純一さんとか。まあ。 夏といえばあと「チューブさん」とかねなんですけどやっぱりもう私の中ではもう断トツに大滝栄一さんとそれから山下達郎さんもこのこれも私の中では二大巨頭でであのなもっと繰り返しになりますけどそのネットとかあの携帯のないこういい意味で想像力を働かせながらこう恋愛をしていた時代の非常にドラマティックでロマンティックな それもその「素敵とか「大人っぽい」とか「海外」とか「海辺」とかそういうもうあの憧れがすば全て詰まった非常にゴージャスで大人っぽい曲だったなっていうそういうなんか,懐かしさを込めててちょっと最近ね聞いてますそれでは次の回でその大滝栄一さんの「の君は天然色」のことについてちょっとお話ししてみたいと思っております。 えとね、自己紹介はね毎回言うのやっぱりしんどいからもしね今日のお話で興味持ってくださったらあとあの戦争の話はねこれからもしていきますけど是非ねあの一人一人ねあのしっかり考えながらですけど、まあ、楽しいことも考えていかなくてはいけないし私の場合は音楽のいい面をあのご紹介していきたいから。 あの今日はその「夏といえばこの曲」っていうことで私はもうこのお二人この2曲がもう私の中ではもう二大巨頭トップ2なんですね。まあ山下達郎さんもう一つ「リ風残り堂」っていう曲も好きなんですけどまあということで、えー、と次回は大瀧栄一さんの「えー、と君は天然色」についてお話ししてみたいと思っております。いいいつもありがとううござままますそれでではまた別の投稿でお会いしましょう 最後までご視聴ありがとうございました。